ドラクエ部部長の俺にはある秘密があった。部長、ドラクエ10やったことないでしょ。ありますよ。オンラインだからできなかったんでしょ。バカ言ってんじゃないよ。じゃあラスボスの名前は？やってないじゃないか。やってます。じゃあラスボスの名前は？やってないじゃないか。てか今度出ますよ、オフラインで。よっしゃー、よしよし。やっぱやってないわ。ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族オフライン、ついに登場。初めてだ。行っちゃったよ。なんだ、なんか出ましたよ。あ、尻尾もありますね。怪獣。あ、違う。あ、飛んだ。あ、ドラゴン。あ、歩き回ってる。探す、冒険、ドラム切った。クエスト、ドラゴンクエスト。待つ。禁止、ドラゴンクエスト禁止。もう何言ってんの、部長。ジンだ、ドラゴンクエスト10。おお。え、何これ。オフだよ。あ、なんか言った。オフラインだよ。行っちゃったよ。ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族オフライン、ついに登場。オフライン、あ、知ってますよ。ドラクエあるあるのシチュエーションをこう体で表現しなければいけないということで、こういわゆる今日こういうことをやりますよという絵コンテ上はすごく楽しく見させていただいたんですけど、実際に自分がやるとなると、非常に体力的に厳しいものがありました。しょっぱなからドラゴンの真似だったりしたので、ドラクエのキャラクターたちは本当に大変な思いをしてるんだなっていうのも実感できてよかったなと思います。切るところ、モンスターを、あれがなんかこう結構監督のこだわりがあってですね、意外となんかこう切るって分かるように結構戦ってる感じは出すんだけど、ちょっとゲームっぽく淡白にってなんかでも確かにこうなんだろうな、こうドラクエの世界観をこう表現する上でモンスターを切るっていうところは結構大事だなと思ったので、細かく練習しながら、結構やりましたよ。毎回全部普通ポイントポイントでカットを割っていくんですけど、一連で全部毎回やったので、もうやるたびに汗が吹き出てしまってを繰り返しやってみたいな感じですかね。やってました。はい。それこそ3つ上の兄貴がいて、兄貴がずっとプレイしてるのをまず横でずっと見ていたっていうのと、ちっちゃい頃からで、僕も5かな、5はよくやっていました。で、あとモンスターズってあったじゃないですか。あれが僕の学生の小学生高学年ぐらいの時にめちゃめちゃ流行って学校で、それでモンスターズとか結構やってましたね。なんか友達と当時ゲームボーイでね、そのモンスター、ドラクエモンスターズをやっていて、なんかふざけあってすごい集中してやってんのにカセットペッて抜く遊びが流行ったんですよ。めちゃめちゃ悪い遊びなんですけど、それで一回それをパッてやられて、もうやめろよっつって起動したらデータが全部消えてたって、それでもうめちゃめちゃ落ち込んだっていうのは思い出になりますね。半蔵門線で、はい、フルッカというキャラクター、これご存知でしょうか。いや、存じ上げないです。実は今回このフルッカというキャラクターが、とある芸人さんに似てるっていうことで、はい、今回から声優をそのとある芸人さんが、おお、これちなみに絵だけ見てどんな感じか。近藤春菜さん。え、これ近藤春菜さんをモチーフにしたキャラじゃないんですか。違うんですか。マジですか。このシンクロ率はすごいですね。あ、すごい。ここまで似てるとすごいですね。ちょっとこちらの見たい。はい。それでは、すごい。もうだから春菜さんですよね。もろ雪山にいる春菜さんですよ、これは。すごい。これはすごいですね。あ、ぜひぜひぜひ眉毛の濃いキャラクターを作ってください。お願いします。オフの過ごし方ですか。最近は庭にプールを出すのにハマっていまして、結構でかいプールをいわゆるビニールプールにしては結構大きいのを
買ったので、そこでこうチビとプールに入りながら自分も日焼けしてっていうのはよくやってますね。夏なんでなるべくこうで暑いからあんま外にも出れないじゃないですか。ってなるとその子供の HP をなかなか消費できないですよね。で子供の HP をこう消費しないとやっぱり夜なかなか寝ないっていう現象が起き、こっちの HP もなくなるので、なるべく昼帯、朝から昼帯の間に子供の HP を減らして弱らせてこう徐々にこう睡眠導入に向かっていくっていうのがやっぱそうですね。だから毎回毎日1回はプールをかませるという、はい、方法をとってます。ずっと発足しよう発足しようって言って芸能界バスケ部を発足しようとしてたんですよ。で一時こう芸能界の方だけでこうバスケの試合をしたりとか、で俳優さんとかにも結構バスケ好きな人多いんでやってたんですけど、やっぱりこうみんな忙しかったりとか、あとやっぱ怪我もしちゃいけないっていうので、なんだかんだ流れちゃって、でも結構バスケしたい人いるんですよ。なのでちょっと本当に一回巨大組織芸能界バスケ部を作り、なんかこう大会とかできたらなっていうのはね。でそれこそね、麒麟の田村さんとかすごい熱心にやられてるらっしゃいますけど、だからそれこそ俳優軍団対芸人軍団とかでね、ちょっとバスケできたらいいなと思ってるんですけど。